イロハモミジは、ムクロジカカエデ族の落葉鉱木である。イロハカエデなどとも呼ばれる。日本では最もよく見られるカエデ族の種で、紅葉の代表種。本種より作られた園芸種も多い。和名イロハモミジは、葉が手のひらのように五から七つ列片があり、この列片を、イロハにホヘトと数えたことに由来する。別名で、イロハカエデ、タカオカエデ、コハモミジとも呼ばれている。 春の新緑と秋の紅葉が美しく、一般に、もみじといえば、カエデ類を代表して、本種のことを指している。東アジアに自生する。日本では、本州に、福島県以南、四国、九州に分布し、平地から標高1000メートル程度にかけての低山で、多く見られる。山野に生えるほか、低園木、庭木としてよく植えられる。落葉紅葉樹の高木。 受光10から15メートル幹の直径は80センチメートル以上に達する。死有同種。葉は耐性し、葉心は長さ3.5から6センチメートル、幅3から7センチメートルで、手のひら状に深く5から7列する。列片の円には鋭く不揃いの巨子があり、列片の先は長くお状に伸びる。秋には高褐色から紅色に紅葉して散る。葉は、 大もみじや山もみじなどに似るが、本種の葉は一回り小さく、のこぎり葉が荒く、不揃いなところで区別される。花期は春。本年枝の先に、複産棒花状を出して、直径4から6ミリメートルの花を加水してつける。花色は暗子色で、5個の学編と黄緑色もしくは、紫色を帯びる学編より小さい5個の花びらを持つ。両生毛と尾花があり。 おしべは白骨く、風梅毛で花子に果実をつける。果実は翼下で長さ1.5センチメートル程度の翼があり、秋に熟すと風で飛ばされる。山もみじはイロハもみじの足尾型、または変種とされる場合があるが、大もみじの変種とされる場合もある。日本の北海道、本州青森県から島根県の日本海側の多節地に分布し、 産地に生える。落葉鉱木。葉は、計5から10センチメートルで、手のひら状に7から9列し、一般に、色葉もみじより大きめになるが、変異が大きい。傭兵は長く、葉の基部は心臓型で、中央の列片は、やや長く、先端は、お上に尖る。葉炎に、不揃いの重居子があり、短居子の大もみじとは、違いが見られる。下記は5月。 本年枝の先端から三望果樹を出して暗赤色の花を下向きにつける。花は尾花と両生花があり、花弁は5個、有水は8個付き、学編は濃厚色をしている。柿は10月。果実は翼下で長さ2センチメートルあり、ほぼ水平に開く。本種には柿をはじめとする様々な品種があり、また園芸種も多く作出されている。 ありがとうございます。